一度は耳にしたことがあるであろう、この帝京高校か。春の高校野球、そして正月の全国高校サッカー選手権大会、ともに優勝という偉業を成し遂げ、そしてここ数年来、偏差値の方もまさに鯉のぼり、いや、うなぎのぼりといった感のある、まさに文字通りの健康優良校、帝京高校。実はですね、今日あの全国大会で8度の優勝に輝いた帝京高校サッカー部の OB が、因縁の対決、四日市中央工業高校との戦いに備えて、この校内で実は激しい特訓を積んでいるという情報が私の元に入りました。一体どういう訓練を積んでいるのか、私はこれから少し行って見てみたいと思います。あの栄光の帝京 OB たちが練習をしております。このぬかるんだグラウンドの上を、まさに有志たちがカッポといった感じであります。現在の帝京高校の偏差値は60を超えている。しかしこの OB たちが入った頃は偏差値が40代、やはり入るのが随分と優しかった頃の OB です。しかしそのサッカーのプレーは、昔の国立競技場を駆け回った頃と比べて随分と太って、頭もやはり薄くなったような、そういう気がいたします。おはよう、帝京 OB の木梨です。よろしくお願いします。今日はあの私たちの下の世代から上はもう結構もう入れ替わりというかですね、5つも6つも上の先輩の OB たちが、今日久しぶりに集まって軽く練習してるんですけどね、非常に今日のメンバーグラウンドに出たらやはり十何年前を思い出してその気になってます。でも結構頭が薄くってお腹も出てる人も何人かいるような気がするんですけど、まあ、僕も含めて頭跳ね上がっちゃったのは3人です。そうですね、はい、もう結構OB戦本気ですねこれね。そうですね、やはり今日のメンバー意外にみんな全国優勝のメンバーばかりですから、まあ、試合に出てないというのは帝京高校で今日集まったのは僕ぐらいでしょう。まあ、本当にその通りです、まあ、それから十何年経って現役をやめて、ディスコの店長やらトラックの運転手やらみんな揃ってます。川添さん、あのキーパーの練習ちょっと提供のあれ少しくらいちょっと知りたいって言うんで、はい、お願いします。じゃあマイク僕の方持ちます。あの日本テレビのアナウンサーです。軽く前の方でよろしくお願いします。順番に提供のあの凄さ、そして恐ろしさ、説教のあの一年棒なめんじゃねえぞってとこ。せーの、おー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 おそれではですね、あの木梨さんの方から、はい、あのベテランの OB の年齢の高い方からですね、はい、ちょっと一言ずつご紹介いただければと。ありがとうございます、こっち側に呼ぶと怒られますから、はい、自分たちに行く、はいはい、こちらが、帝京初優勝の時 の平瀬龍キャプテンというです、ね、はい、どうもお久しぶりです。ご無沙汰しています。どうもご無沙汰しております。小柄な阿比子が追う、足が速い、拾ったチャンスをつかむ、これはどうか、中央広瀬打つ、入った、入りました。帝京高等学校が初優勝を飾りました。帝京優勝からはもう何年ぐらいですか。もう十数年ですね。で今はもうあの同じ帝京の、はい、山梨の方で、指導してます。この間選手権にも、はい、監督さんとして、はい、私たちの世代の、2つ上にあります全国優勝しました、やはり恐ろしい、誰も抜けない、リングにかなわないというですね、金子さんでございます。どうもおはようございます。思いますけどね、金子がジャンプをします。リングにあった、無失点ね、みんなのおかげです。どういう後輩でサッカー部員だったかっていう印象に残っている部分っていうのは、最初にレギュラー練習かなんか入ったんだよね。ちょっと入ったんです。うまかったんですよ。ああ、今もうまいですけどね。 PK 職人ですからね。いや PK はどうかしようね。またいかにもスポーツマンというタイプの、OB の方がいらっしゃいましたけども、うん、そうね。あのさっきまでの方と随分違いますね。今までのだって先輩ですもん。こいつはね、三菱でずっとサッカーやってたんですよね。帝京高校時代、私が3年の時2年、はい、2年の時1年、当たり前ですね。辻谷選手です。もう一回中央を見ます。10番の高玉か、ヘディングシュートはできない。あ、どうだ、こぼれた、入った、入りました。シュート
トが決まりました。やりました辻谷。後輩から見た先輩の木梨さんというのはすごい面白かったですね。あ、今でも尊敬してます。もう今一個上ですから、まあ、そういうコメントじゃないと後でどうなるか分からないので、大変です。絶対全国大会優勝する、間違いなく優勝候補だと言われて何の問題なくも優勝したのがこちらのチームの皆さんですね。無敵無敵でした、強かったですね。はい、私あの国立競技場のスタンドから見てチキショーと言いましたもう真面目なゴールキーパーこの長岡さん、もう忘れもしない全国大会優勝ゴールキーパーのこのゴロを、はい、こう取った瞬間に、やっぱこういうグラウンドでしてね、はい、そのまま前に倒れたことがそれで起き上がったら全部真っ黒というこれ忘れもしません。ちょっとご覧ください。大歓声が上がります。宮下から逆サイドに出ました。阿久津ゴール前に上がるか、シュートだ。あれも顔、すごい顔になりました。真面目ですから顔を拭くなどということはしないというのそしてこちら、これは帝京高校でレギュラーなんですけども、はい、すっげえ下手なのにレギュラー、すっごい下手なのにレギュラー座を取った男です高橋さんです僕の唯一なんか気が合う友達だった一緒にただプレーともかく、プレーよりもチームの盛り上げ、そして暴れ方、もう絶対取れねえのに雨だからやっとこうかスライディングっていうこういう感じですね。この高橋選手も全国大会でバックなのにガタガタガタンって1点取った顎でガタガタンゴカーンって入ってった得点があると思います。これご覧ください。パスの繋いだ、さあシュート打つか高橋、こういう選手もいます。それが10年経った今集合している OB 会たまりません。月日のタッツの方本当に感じますね。しげちゃんです、よろしくどうぞ。全国メンバーですからね。そしてこちら、はい、もうこちらがですね、やはり帝京高校の小沼監督が、はい、やはり3本の指に入る選手じゃないでしょうか。おー、ハーフでやはり攻撃面バック守るもう全てのトータルの面をもう全部任せていたのはこちらの新井さんじゃないでしょうかね。川上さん、はい、ね、もう新井さんいないと始まらないですね。たまに試合中あのここ掴まれることが全国大会の決勝戦の2点目新井さんです。2点目、はい、4点目だ。似てるですか。じゃあ2点揃ってどうぞ取った、受けた、シュートは打つか、かわした、落ち着いて打つ、ブロック、ダメ、入りました。新井です。新井で14番新井、新井でになりました。さあまたシュート、ぶっ込めて今度の反応、逆サイド新井さんです、はい、そしてこちら、もう今回この帝京高校をまとめてくれたというですね、はい、桜島から現れた和江浩一選手です、はい、和江さんディスコの黒服に一回なって現在は今和江さんはあの少年のサッカー指導員ですね。あ、そうですか。全国いろいろ行ってるみたいです。あのディスコの黒服から健全な少年サッカーの指導員っていうのもなんか随分ね、ドラマチックな、まあ、だから人生全て見てますから全国で華々しい姿を見た後、どっぷり水商売の時に行ってそしてうちのがサッカーのこの指導員相当厳しい目でチェックしてみてます川添さんの得点シーンも、はい、相当ありますね。ありますね。もう中学時代からあっても見せてもいいぐらいです。見せてもいいぐらい、はい、ビデオちょっとないですけどね。もう川添さんと川添さんの得点を入れた後、はい、川添さんのお姉ちゃんとお父さんが喜ぶシーンまで同時にご覧くださいませ。失礼しましたね。川添ですね、持ちました、かわしたい、シュート入ったか、入りました。川添素晴らしい、5点目、すごい、1点目取ったんですよ。ありがとうございます。お姉さんも泣いてるけど、とうとう鹿児島から来た甲斐があったね。嬉しいです。ということで大喜びでしたね。こういううちら今の同期世代ですかね。はい、誰だこいつは。白岩さんといって高校サッカー担当のアナウンサーの。あ、これはこれはどうもでございます。実はですね、白岩さん、うん、僕たちは帝京高校出身なんです。帝京、そういえばこのユニフォームは。そうなんです、紛れもない帝京のユニフォーム。なおかつ僕はサッカー部で5年前に東京大会の決勝に出ていたのです。皆さんご存知ですか。誰も知らない。その VTR があるんです。本当に本当にこれは誰も知らないんです。貴重なフィルムです。ごゆっくりどうぞ。木梨憲武、人気タレントトンネルズのメンバーであり石橋貴明と共に帝京高校の OB でもある。
そのずば抜けたサッカーセンスは帝京高校サッカー部時代に培われ、在学中の昭和54年度東京都予選決勝戦に出場し持ち味を発揮。帝京全国大会出場の立役者になる。全国大会では惜しくもレギュラーの座を奪われるが、その才能は今でも現役であり、数多くの J リーグ、プロサッカー選手たちも絶賛している。コーナーからグルジのヒット。おいしい。今やはり私たち1年の時に3年生の金子さんに向かってゴルジ扱いかね。説教説教。提供の厳しい上下関係が崩れた瞬間と言えましょう。チームワークだいぶ整ってきました。はい、じゃあ河村君、はい、これを四中高の行って監督さんやらあの OB の方に渡してください。はい。さあ。頑張るぞ、負けねえぞ。